50年前の戦争は大きな悲劇だったが、科学技術の面では劇的な進歩をもたらした。20世紀の三大発明といわれるものは全てあの戦争と深く結びついている。原子力は爆弾として利用された。トランジスタはレーダーの性能を上げるため発明された。コンピューターは大砲の弾を確実に命中させる弾道計算をするため研究が進められた。戦時中アメリカが開発したコンピューターはそれまでの計算機の3000倍のスピードを誇った。その頃日本では高射砲の技術さえ信じられないほどお粗末だった。高射砲の射撃計算の数式がありましてね、その数式に基づいてそういう表を何枚も作るんです。それをまあ人間の手でやるという、人間の目と手に頼るという、まあ幼稚なといえば幼稚なんですけども。あれから50年、コンピューターは20世紀最大の巨大マーケットに育った。この分野で日本は戦後アメリカと激しい戦いを繰り広げ、その中に型破りな一人の男がいた。設計図場なんですよ。どうしますか。落ち着け。設計図の女は頭の中に入って大丈夫だ。田原総一郎が惚れ込んだ知られざる一人の天才技術者、池田敏夫。池田の作ったコンピューターはノーベル賞学者湯川秀樹を驚嘆させた。池田の頭脳は天才棋士林海峰をもうならせた。156手目はこうでしたね。名人戦全ての手順を、それが何手目に打ったものかまで覚えていた。プロの棋士さえ舌を巻く凄まじい記憶力。池田はサラリーマンとしても桁外れだった。ほとんど会社へ行かず好きなことだけに没頭した。この男にかつて日本はコンピューター業界の将来をかけた。生き残るためには国際的に通用する IBM 互換路線以外にないんです。 IBM 以上の機械を作るんです。日米コンピューター戦争に鮮やかな足跡を残し、嵐のように去った男、池田敏夫。その波乱万丈の人生から見えてくるもう一つの日米戦争。戦後50年特別企画、田原総一郎の人間発掘スペシャル。アメリカに勝った男、コンピューター界の隠れた巨人、その激動の生涯。こんにちは。後ろにあるのが日本のコンピューターのルーツともいえる機械です。これを作った人が今日の主人公、池田敏夫という人です。今日は田原総一郎さんがこだわり続けるこの池田さんという人物を通して戦後の50年を見ていきたいと思います。田原さん、はい、私この名前を聞くのは今回初めてなんですけれども、この人のどこが田原さんを引きつけるんでしょうか。その前にね、実はこれその池田さんが作ったんですが、はい、このコンピューターですね。ちょっと待ってください、はい、あんまりうるさいんで止めますね。音も大きい。これ40年前のコンピューターなんですね、これ3トンから4トンあるでしょう。これ大きい。今はねこれです。だいたいこのコンピューターとこの電卓、うん、同じ機能、これだけ40年でガーンとこう進歩発展したわけですね、まあ、ところでその池田さんなんですけど、はい、私はその日本とアメリカのコンピューター戦争をねずっと取材してきて、誰に会ってもね、池田敏夫って名前出てくるんですよ、池田さん池田さんってね、なんていうか畏敬を持ってというか、なんかこう神話の人物を語るようにみんなが言うわけね。それで池田さんに興味を持った、まあ、言ってみると日米コンピューター戦争の日本側のやっぱ彼がね切り札だったわけですね、ところがその池田さんっていうのは実はサラリーマンなんですけども、サラリーマンとしてはねむちゃくちゃ破天荒というかはちゃめちゃっていうか、今なら落ちこぼれですよ。ところがその池田さんに富士通も日本もやっぱかけたわけなんですよ、この人物にはちゃめちゃにねかけたと。それでこの戦後50年を見るにはこの人物が最適だというふうに思われるわけですね。さてその日米コンピュータ戦争の切り札となったこの池田という人物、どんな人物なんでしょうか。見ていきましょう。50年前日本は一面焼け野原のこの状態から再スタートした。
後に世界に名を馳せる企業も全てここから這い上がっていく。例えばソニー、木の釜にアルミの電極を貼り合わせただけの電気釜、袋にニクロム線を入れただけの電気座布団、信じられないほど素朴なアイデア。ソニーの創業者伊深勝は当時38歳だった。世界のホンダを築き上げた本田宗一郎は、戦時中軍が使っていた発電用のエンジンを自転車に取り付け第1号バイクを作る。ものづくりの天才たちが次々と登場してきた時代である。年間売上高2兆2000億円、従業員5万2000人、日本最大のコンピューター企業富士通もまた50年前は電話機交換機の製造会社に過ぎなく、社に一人の新入社員が入ってくる。池田敏夫23歳、身長180センチ、当時としては飛び抜けた体格の持ち主。スーツにバスケットシューズ、この風変わりな青年の才能に周囲が度肝を抜かれたのは入社2年目のことである。 I'd be embarrassed to make a fault like this. 昭和23年、突然 GHQ に呼びつけられた富士通幹部は工場の作業停止を言い渡される。アメリカ軍に納入した電話機にダイヤルのトラブルが生じたためである。富士通は全社を挙げ原因究明に取り組む。この事件は結局新型機の開発に成功し一件落着するが、事故原因は不明のままだった。しかし一人池田敏夫だけは原因究明に執念を燃やした。高度な微分方程式を駆使しダイヤル事故の解明に取り組む。そして2年、池田はこの事件が当時の電話機技術では絶対避けられない数万回に1回起きる仕方のないものだということを理論的に解明した。富士通の機械には問題がなかったことを証明してみせたのである。池田の論文は当時の専門家の常識をはるかに超えていた。この男の才能と執念が後に富士通に、そして日本にコンピューター作りの道を切り開かせることになる。この番組はマルハチマバタホーキンスとご覧のスポンサーの提供でお送りします。大正12年9月1日首都東京を襲った関東大震災。その1ヶ月ほど前、池田敏夫は東京両国で生まれた。生家は相撲部屋に公約などを売る薬の商いをしていた。子供の頃から頭がよく、小学校時代はいつも学年で1、2番、特に算数はずぬけていた。中学に進むと背の高い池田はバスケットボールに打ち込む。するといきなり頭角を現した。全国大会ではポイントゲッターとして日本一に輝く。戦略を組み立てることにも長けていた池田は高校でも全国制覇を果たした。この時決勝戦で敗れたチームのキャプテンはこの人だった。池田さんが入ったらその学校は優勝するというぐらいの名選手だったですね。まあバスケットの天才と言ってもいいでしょうし、本当にやっぱりずば抜けた名選手で、彼が入った学校が優勝すると。すでに太平洋戦争に突入していたため、バスケットの全国大会は昭和18年からは中止となる。一方、池田のもう一つの才能、数学にはさらに磨きがかかる。すでに中学時代には担任の教師が大学生レベルの問題を池田にだけは解かせていた。大学は東大を受けたが失敗、原因は英語。好きな科目以外は全く勉強をしない、そんな学生だった。結局東工大に進学したが、学徒動員で連日軍需工場で働くことになる。その頃の池田の楽しみは難しい数式を一人解くことだった。
終戦の翌年、池田は富士通に入社する。だが特に富士通でやりたいことがあったわけではなく、就職難ゆえの選択だった。2年後に東工大の後輩黒崎房之助が入社。池田は黒崎を誘って共同生活を始める。米よこせデモが全国各地で起こるような食糧難の時代だった。会社から500メートルほど離れたタバコ屋の2階、6畳一間が2人の下宿先。食事の用意はいつの間にか黒崎が担当することになっていく。池田はほとんど何もしなかった。2人は仕事のことよりも恋愛問題や文学論などを時間を忘れて語り明かした。戦争で味わえなかった青春時代がそこにあった。二人の共通点は朝寝坊。毎朝のように時間ギリギリに会社へ駆け込んだ。会社へ行く目的は仕事よりも社員食堂。朝箸も立たない薄い雑炊、昼はさつまいも2本、夜はかけうどん。日本全体が貧しく、誰もが必死に生きていた。それでもサラリーマンにとっては自由な時代だった。その仕事もね、その頃はね、会社もそんなに忙しくなかったこともあるんだけど、自分でテーマ見つけてきちゃやるわけですよ、上から命令されてやるわけじゃないんですね。この頃の池田はちょうど GHQ ダイヤル事件の原因を探るため、一人難解な数式に取り組んでいた。いつも鼻歌を歌いながら。シューベルトの冬の旅、ドイツ語だった。昭和24年、湯川秀樹がノーベル物理学賞を受賞。敗戦後の日本人に勇気と希望を与えるニュースだった。しかし同じ年、 GHQ の金融政策顧問ジョセフ・ドッジがインフレを抑えるため、いわゆるドッジラインを実施。これが深刻な不況を招き、産業界は大変な打撃を受けた。富士通も社員3分の1の首切りをしなければならなくなった。もはや電話設備だけでは経営が成り立たない。その時、富士通は通産省からの補助金を全額つぎ込み、なんとアメリカマサチューセッツ工科大学の技術全集を買う。そのことが富士通の未来を大きく開いていくことになる。技術大国アメリカの底知れぬ凄さに富士通技術人は強い衝撃を受けた。富士通はこの本から3つの可能性を探り出す。テレビジョン、マイクロ波多重通信、そしてコンピューター。しかしテレビジョンとマイクロ波はすでに他の企業が動き出していた。残された可能性はただ一つ、コンピューター。自分の好奇心でしか動かない男、池田敏夫がこのコンピューターに心を奪われた。田原さん、本を見て企業の行く道を決めるというのは、なんとも安易で、そういうふうにして決められた時代だったんだなって驚きなんですけれどもね。これ富士通は他にもいろいろあったはずなのに、どうしてコンピューターを選んだんでしょう。そこなんですかね。そのコンピューターというのはね、語源をたどりますとね、コン、これ集めるということなんですね。でピュート、これ考えな、考えを集める、ラテン語だと思いますけれども、知恵を集めるということなんですね。だからコンピューターというのは単なるその計算をする機械じゃなくて、人間の頭のこのね、働き、機能、つまり記憶をする、それから推理、それから判断、こういうものを全部その機械にやらせようと、これコンピューターなんですよ。汎用とかね、万能計算機とかいろいろ言うんですけども、そういうものはコンピューターなんですね。これ全部やらせると、で特にね、人間の弱いその記憶、それから計算、これ弱いんですよ。だそれをより正確に、より早くやらせようと、これ全部機械にやらせる、これがコンピューターなんですね。なるほど。こちらにコンピューターの先祖とも言うべき機械をいくつか集めてみました。まずこちらが17世紀の前半にパスカルが作った機械です。これは足し算ができます。そしてこちら、これはライプニッツが作ったもの、掛け算までできるようになりました。そしてもう一つ、これはバベッジという人が作ったものなんですが、田原さん、これが実は現在のコンピューターの原型になってるんですね。そうなんですよ、これなんですよ。
まあ、バベージまでは、つまり計算する機械だったんですね。だここでその考えを集める、うん、集めるね、つまり考える機械になった。今のコンピューターへドーンとこう飛躍したわけですね、うんうん。チャールズ・バベッジ、コンピューターのルーツを追うとこの悲運の天才にたどり着く。1791年ロンドンに生まれた彼は、とにかく人のためになる発明をしたいと考えた。当時イギリスは貿易を船に頼っていたが、進路を決める計算に間違いが多く遭難事故の原因になっていた。そこでバベッジは間違いのない計算のできる機械を作ろうと考えた。開発に取り組んだ機械は、簡単に言うと掛け算を全て足し算に置き換えて計算できる機械だった。開鎖機関という。彼はさらに計算の手順まで記憶できる機械を作ろうと考えた。それはまさにコンピューターだった。しかし当時の技術では夢でしかなかった。バベッジの果たせなかった夢は、およそ100年後電気の利用によって現実化していく。1937年アメリカのジョージ・スティビッツは、実進法で表される数を二進法に置き換えれば電気回路で計算できるとひらめく。これが現代のコンピューターにつながっていく。二進法では0は0、1は1、2は桁上がりして10。このように全ての数は1と0で表すことができる。この二進法の0と1を電気の流れに置き換えると、0はスイッチオフ、1はスイッチオンとなる。つまり電気が流れるか流れないかで0と1を表現できる。例えば 1+0 の場合、1はスイッチオン、0はスイッチオフのまま、答えは1で1の位の電球が点灯する。1+1 の場合は両方のスイッチをオンにする。答えの2は二進法では10となるので、2の位の電球が点灯する。このように正しく計算するためには電気回路を工夫すればいい。ここから様々な電気式の計算機が生まれていく。コンピューターを進歩させたのは皮肉にも戦争だった。スティビッツも大砲の弾道をいかに早く計算するか、リレー式の機械の開発を行った。イギリスではドイツ軍に対抗するため暗号を解読する機械が作られた。開発に当たったのは世界有数の天才数学者アラン・チューリング。用途は暗号解読に限られていたが、真空管を使った世界初の電子計算機だった。コロサスと名付けられたこの機械は、ヨーロッパ戦線で威力を発揮し、ヒトラーを追い詰めた。ヒトラー's government's communications with his diplomats in neutral countries eventually were made it possible for the British intelligence to read。アメリカでは弾道計算を世界一早くできるコンピューターが、ペンシルバニア大学の2人の科学者によって開発された。キャッチフレーズは、弾よりも速いコンピューター。その名はエニアック。高さ3メートル、幅30メートル、重さ30トンだが、完成は終戦の翌年だった。 A relay machine that IBM made for Harvard、that could calculate the ENIAC could calculate 1,000 times faster than that machine。このエニアックを改良し、記憶機能を持たせたのは、原爆の開発マンハッタン計画の科学者フォン・ノイマンだった。かつてバベッジが考えた夢の機械がついに誕生したのだ。バベッジが生み、戦争が育てたコンピューターは、以後さまざまな用途に利用できる万能機械へと変貌していく。まあ、その大変皮肉なことにね、医学からあるいは通信技術、ロケットに至るまで、まあ、技術というものはみんなこの戦争によってね、開発されて、でも発展してきたと。コンピューターもまあその例外じゃないわけですね。そしてまあそのアメリカがエニアックというコンピューター、これ開発してる時に、日本はその敗戦に向かってね、総崩れの状態だった。だからコンピューター開発はもう全く空白ですよ。何にもない、ゼロですね。だから戦後の日本はまさに本当に文字通りゼロから出発せざるを得なかったと、こういうことなんですね。ここに戦後のある時期まで日本人が使っていた計算機があります。タイガー計算機というんですが、田原さん、ちょっと問題を出していただけますか。はい、足し算です。はい、20
六。26足す、ちょっと待ってくださいね、足す、はい、足す40 48ですね。うわと、うわできるかな。さあ74ですか。合ってますね。なるほどね、暗算の方が早いですよね他にもいろんなことができるんですが、時間がかなりかかるわけですね。片やエニアック、そして片やこのタイガー計算機。池田さんの挑戦はここから始まりました。ここまではホーキンス丸八真綿とご覧のスポンサーの提供でお送りしました。1951年、日本はサンフランシスコ講和条約に調印。アメリカの占領下から独立国として正式にスタートを切る。その翌年の9月、富士通はコンピューター事業に着手。担当は開発課、課長の小林大雄、その下に池田敏夫、山本拓磨、そして山口嗣憲。わずか4名での出発だった。この4人は熱海の保養所で合宿に入る。最初の目標は高速計算機の開発だった。当時取引が急速に増えた東京証券取引所では大型の計算機が必要となっていた。そこがターゲット。開発期限はわずか6ヶ月。設計のリーダーは池田。彼が考えたのは1930年代にアメリカで開発されたリレー式電気計算機。富士通はリレーを使った電話交換機メーカーなので、この方式が一番実現の可能性があると思ったのだ。無理は承知の上なんだ。でもチャレンジャーには無理だなんて言う、せたか許されないんだよ。山本と山口は計算機の入力装置や分類装置を担当。計算機の頭脳ともいえる最も大事な演算回路の設計は池田が引き受けた。山本と山口の仕事は順調に仕上がった。だが池田の作業は一向に進まない。周りの心配をよそに池田は慌てる様子もない。のんびりと風呂に浸かり散歩し、得意のシューベルトの冬の旅をいつも歌っていた。池田の仕事は一体どうなっているのか。設計に取り掛かって1ヶ月半、山本はついに意を決して池田の部屋の戸を開けた。なあ、大変だよ。回路って結構あるんだね。面白いもんだ。金屋だけで考えつくんだよ。本来必要な回路は一つだが、池田は後に欧米で発表されるリレー式計算機の回路のほとんど全てをこの時考え出していた。全く発想の違う演算回路をですね、何種類もその考え出していたということで、図面は山のごとくあるけれどもですね、あとその回路全般の周りは全部ほったらかしなわけですね。天才というのはですね、欠点のない天才ってありえないわけです、うん、どっかずば抜けて素晴らしい代わりにですね、その代わり逆に削ぎ取ったような欠陥もある、うん、でこれが天才の姿です、うん、でそれは天才の才能を生かすためには、うん、その削ぎ取ったような欠陥を補う誰かがですね、うん、その落ち棒拾いであれ女房役であれ、うん、誰かがやらなきゃいけないと、うんうん、自分がその役割なんだというのをですね、その時、うん、まあ悟らざるを得なかったんですね、うんうん、以後山本は型破りな天才を陰で支え続けることになる。初めての計算機作り、現場でも慣れない作業が昼夜の別なく続いた。時間はない。スタッフは交代で仮眠を取るだけの毎日だった。1万個以上のリレーを組み込んだ幅5メートルにも及ぶ巨大な機械。組み立てが終わっても本当にうまく計算できるのか不安だった。答えが合っているかどうか自分たちで何度も検算してみたが、なかなか合わない。リレーもつながらずすぐ止まってしまう。
証券取引所のテストの時には奇跡的に動いたものの、結局採用されなかった。東京証券取引所が購入したのはアメリカのユニバック。これは戦時中開発したあのエニアックを発展させたものだった。ユニバックの名を世に広めたのは1952年のアメリカ大統領選挙。この時アメリカのテレビ局 CBS はユニバックを使って結果予測を行った。アイゼンハワーとスティーブンソンの戦い、ユニバックは開票率わずか 7% の時点で前評判では不利と言われていたアイゼンハワーの圧勝を予測し的中させた。ニュースキャスターのクロンカイトはこの偉大なる電子頭脳と絶賛した。池田たち富士通技術人は次の開発を目指した。しかし日米の技術の差は歴然としていた。当時池田が作ろうとしていた機械はデータの入力を旧式の紙テープで行っていた。このテープの幅が湿度により微妙に変化するのでうまく読み取れない。七輪で湯を沸かし湿気を与えるなど涙ぐましい努力が必要だった。池田はアメリカに対抗できるようなレベルの高い計算機を作りたかった。この頃から会社へ行かないで自宅で設計に打ち込むことが多くなる。一緒に下宿していた黒崎が結婚したため一人暮らしをしていた池田の様子を若手社員たちは交代で見に行かされた。そこで彼らが見たものはなんと模型飛行機を必死で作る池田の姿、バルサ材を自分で削る凝りに凝った池田の飛行機。結局若手社員は池田と一緒に飛行機を飛ばしに行く羽目になる。この頃の池田は新しい計算機のアイデアを何度も練り直していた。根本的な設計は池田一人が背負わなければならない課題だった。頭の中はいつも計算機のことでいっぱいだった。いいアイデアが浮かぶとね、それをそのままに過ごしておけないんですね。だからどうしてもね、この出来上がったものをまた変えちゃうわけですよ、ね、その製造の方が一生懸命こう作ったやつがね、またバラして元、新しくやり直すなんてことがいろいろあったりして、だから製造としょっちゅうこう、喧嘩してたような状態ですね。後輩の黒崎は池田と製造現場の亀裂を埋める役に徹していく。しかし1ヶ月に一度も出社しない池田に社内の批判が集まっていく。当時富士通は日給月給だったため池田に給料を払うなという声も上がった。ここで上司の小林太夫は総務部に掛け合い、池田にだけは出社しなくても出勤扱いとする特例を認めさせたのである。1954年昭和29年結婚、相手は社内の後輩。彼女は肺を患ってしばらく入院していた。出社はしなくても見舞いには通った。池田のプロポーズの言葉は、何もしないでいいから僕のそばにいてくれ。しかし結婚後はお給料の時に、はい、お給料ですって言って袋ごと渡すから、開けてみるとなんか1万円ぐらい足りないんですよ。あれ、これどうしたのって言ったら、これレコード買っちゃったんだって言うんですよね。どうするのって1万円ぐらいね、お給料から減ると大変なんですよ。もうね、どうしよう今月と思って。給料が2万円の時代の話である。しかもマイペースは変わらない。おい、しずしず。はい。結婚しても池田はほとんど会社へ行かず部屋にこもりっきりだった。これ会社に届けてくれ。はい、いつものところですね。うん。
出社はしないが若手の社員を連日家に呼んでは夜遅くまで新しいコンピューターの可能性を議論した。そこでいつも池田が語ったものづくりの哲学。とにかく感動することが一番大事だよ。感動することが全て始まるんだから。池田さんなんか見てるとああいうふうに感動しなきゃいけないんだってのは私たち分かりましたし、なんとなくこう限りなき発展の予感っていうかですね、そういうのを持ってましたね。だから今みたいにこう閉塞されて一人で何もできないなんていう哀れな状態じゃなくて、とにかく富士通が大きいかちっちゃいかなんて関係なかったんですね。とにかく我々でできるんだっていうものが必ず出てくると、そういう感じでもう毎日毎日がだから素晴らしかったと言っていいと思うんですね。池田は自分自身が感動できるような素晴らしい機会を目指した。そして1954年、池田にとって2代目となる機械が完成する。ファコム100と名付けられたこの機械でノーベル賞学者湯川秀樹は研究用の計算を試みている。通常なら2年はかかる計算をファコム100はわずか3日でやり遂げ、湯川博士を驚かせた。経営陣は莫大な開発費をかけたこの機械を商品化したいと考えたが、なんと池田は頑として首を縦に振らなかった。池田君って言ってくるんですよね。それで、あのファコム100を出荷しなきゃダメだって言うんですね。と池田さんが、いやあれは試作機ですから出すわけにいきませんっていうわけですね。と尾身さんが、市場に出さなきゃダメだって言うとですね、いやあれは試作したもんですからダメですって言って、あの班長さんが常務取締役とあんなこと言ってていいのかなとこっちは心配してましたけど、本当にもう毎日のように記者は対等でやり合ってるんですよね。池田はたまに計算ミスが起こることが許せなかった。そこでなんと彼が考えたのは、答えをコンピューター自身がチェックするという独創的なアイデア。池田はこの設計に没頭していく。これは当時アメリカでも到達していないハイレベルな挑戦だった。その設計の完成間近、富士通の工場で火災が起きた。火の手は開発課にも迫る。バケツはないのか、もうバケツは。機械はどうしましょう。諦めろ。設計図はあるんですよ。どうしますか。落ち着け。設計図は俺の頭の中に入ってる。大丈夫だ。みんな、もういい。逃げろ。そこに置いてあったファコム100というのはですね、錆びちゃうし、後で動きましたけど、図面もですね、もう水浸しになったりして全然使い物にならなかったですね。図面はどうなんだというのを心配したら、池田さんが心配するなと、ほら全部頭に入ってると言ってましたけど、まあ間違いなくそうだと思いました。最初の挑戦から5年目、池田は新しいコンピューターの製造を自ら指揮した。それまで設計のやり直しで何度もぶつかり合っていた現場の人たちとも文字通り心を一つにして作り上げていく。今度の機械は故障の原因だったリレーの数を最初の機械の半分以下に抑えた。しかも計算速度は湯川博士に褒められたファコム100の20倍、さらにコンピューター自身が答えをチェックする画期的機能まで備えていた。果たしてうまく動くのか。組み立てが終わった。動かしてみてくれ。1956年、昭和31年5月、素晴らしいコンピューターが完成した。日本一のリレー式計算機の誕生である。池田のわがままを許し最後までついてきた製造現場の人たち、池田を信じ陰で支え続けた上司や後輩、そして家族、全員の勝利だった。その結晶ファコム128はリレー式計算機の名機と評価される。文部省をはじめ30を超える研究所に次々と導入され、大ベストセラーとなっていく。池田敏夫の才能がついに大きな花を咲かせた。これが
池田さんが作ったファコム128です。なんと言いますか、汗をかきながら必死に計算している感じですね。いじらしい感じすらします。田原さん、田原さんが先ほどこの池田さんははちゃめちゃな社員だったという意味がよく分かりました。今だったらクビですね。そうですね、落ちこぼれですよね、はい、ただまあ当時のね富士通というのは会社がそのルールをね個人に押し付けるんじゃなくて、やっぱこう個人の個性に会社が合わせる形だったんです。まあまだ当時はね、戦後の混乱、貧しい時代、まあそのせいだったかもしれませんけれども、例えばそのホンダを起こしたね本田宗一郎、それからイブカ森田のこのソニーのコンビ、まあいずれもねやっぱこう強烈な個性に会社が合わせる形ででも発展したわけですね。まあいわば日本のね日本の青春時代ですよ。うん、ただまあしかし池田さんっていうのは天才だけに大変その血管、はい、欠落した部分も多くて、まあその辺をね、さっき VTR でもありましたけども、山本さんたち技術者がねやっぱどうして結合でこう支えて、でコンピューター化させた、まあ、そういう意味ではね、その組織の時代じゃなくてではなくて、まあ、いわばこう強烈な個性とどうして結合がね爆発した時代ですよ。まあ、そういう形で日本のコンピューター産業立ち上がるんですが、さてこれはアメリカの IBM とのここからやっぱこう戦いの始まりでもあったわけです。なるほど、壮絶な戦いが始まるわけですね。そうですね。1959年日本電機、東芝などの国内の企業はトランジスタを使ったコンピューターの開発に成功した。そこに大きく立ちはだかったのがコンピューターの基本特許を膨大に蓄積していたアメリカの巨大企業 IBM である。日本側は産業政策を主導する通産省が IBM との話し合いに入る。交渉の場所は赤坂のホテルニュージャパン。 IBM 側は副社長バーケンシュトック、通産省側は現大分県知事で当時通産省電子工業課の課長を補佐、平松盛彦。33歳の若手官僚平松は日本のコンピューターの将来をかけて IBM の巨大な壁に挑んでいく。日本側のその平松さんの狙いはどこにあったんですか？あの頃はですね、はい、ちょうど日本の国産コンピューターを作ったメーカーがだんだん力をつけてきて、はい、いよいよまあ量産をしたいと、いう時期になってきたわけですね。とやはり全部基本特許は IBM が持ってるもんですから、みんな持ってるわけですね。ですからその基本特許もらわないとですね、全部特許違反になるもんですから、どうしても IBM から特許をもらいたいということで IBM とですねその特許をもらう交渉を、まあ、始めたわけです、これに対し30年間にわたって IBM の副社長を務めたバーケンシュトックはこう切り返してきた。私たちの求めたものは単純に自由が欲しいということです。ドイツやフランスなど世界の他の国で私たちが商売しているのと同じように日本でも自由にやらせて欲しかっただけです。何の問題もないはずですよ。当時日本は外国からの資本の導入を制限するとともに外貨の流出を防ぐため外資法という法律で外国企業の日本での活動に厳しい制約を設けていた。そのため IBM は日本で稼いだ金を自由に本国へ送ることができなかった。バーケンシュトックはこの縛りを外すよう要求してきたのだ。バーケンシュトックには強い切り札があった。IBM は巨大な象で、日本の企業は小さなネズミのようなものです。ネズミは象に踏みつぶされる可能性があります。日本の企業が私たち IBM の特許なしでコンピューターを作ることは絶対不可能でした。それは明らかでした。私たちが交渉の最後の切り札をいつも持っていたんです。向こうは基本特許ですし、一度も引き上げるっては引き上げられるし、我々としてもやっぱり早くもらって生産をしなきゃなりませんから、我々としてもやっぱりもらいたかったものですから、ですからまあ丁々発止とやりましたけど、やはりどっかでまとめなきゃいかんという気持ちはありましたね。巨大な象対小さなネズミ、平松盛彦にとっては厳しい交渉が続いた。時あたかも60年安保の真っ只中、ホテルの外では安保反対のデモが行われていた。
何度も暗礁に乗り上げた交渉が決着したのはこの年の12月。ついに IBM は日本企業に特許の使用を認めた。それは通産省が外資法上の特例を認めたからである。それにしてもなぜ平松は法律を曲げてまで IBM に特典を与えたのか、なぜそこまでして日本のコンピューター産業育成にこだわったのか。当時はやはりこの日本のエレクトロニクスってのはまだ洋乱期ですから、まあソニーがトランジスタラジオを出すとかいう時代ですけど、これからのやっぱり電子工業の一番の技術はまあコンピューターが源ってると、その端末のですね記憶装置にしても、それぞれのコンピューターっていうのは部品から成り立ったら、その部品がみんなエレクトロニクスの一番頂点の技術じゃないとできないようになってるから、このコンピューターを日本で生産することによって、その半導体の素子とかですね、いろんなものがみんな技術が上がっていくわけですね。ですからそのコンピューター技術を日本でマスターしとかないと、これからの新しいその電子工業が発展していかないと。電子立国を夢見る若き通産官僚の執念が日本のコンピューター産業を本格的にスタートさせた。日本の各企業は IBM の基本特許を使い、さらに外国企業と技術提携してコンピューターを製造していく。しかし一人富士通だけは独自の開発で道を開こうとした。社長岡田勘次郎はコンピューターに社運をかけると言い切った。それは富士通が社を挙げて池田敏夫の才能にかけることを意味していた。当時池田は役員に繰り返しこう説いている。国家にとって基礎となるような技術を外国に依存するのは決していいことじゃありません。ただ単に真似をするだけなんて私は屈辱的だと思います。池田はトランジスタを使い独自のコンピューターを次々と開発してみせた。東京オリンピックに日本中が熱狂した1964年、 IBM は業界を震撼させる最新鋭コンピューターを発表した。 IBM360 シリーズ、それまでのコンピューターとは桁違いの能力を持つ集積回路 IC を搭載した世界初のコンピューターだった。開発競争に火がついた。この年ニューヨークの万国博覧会に富士通もコンピューターを出展した。しかし IBM 用のソフトウェアが使えないため全く相手にされなかった。国内でも東大研究所への納入合戦で富士通は IBM 用のソフトウェアが使える日立に敗れた。 IBM の圧力は確実に迫ってきていた。しかし池田はあくまで自主開発路線にこだわった。IBM でさえ部分的にしか使えなかった IC を全面的に搭載したコンピューターの開発を決断する。そこで池田は富士通半導体部門の中心的技術者安福又美を無理やりコンピューター部門だけに協力させた。この人強引だなと思いましたよね。やっぱりだってコンピューターのことしか考えてねえじゃねえかとね。こっちは半導体屋なんだから半導体のことも考えてくれなくちゃ困るよと。まあだけどその点は人間的な何というか魅力というかそういうもので理解したというより、それでまあ騙されちゃったっていう方が本当かもしれませんね。碁が得意な池田の打った見事な一手だった。性能的に IBM360 をもしのぐといわれ大ヒットとなったファコム230-60。富士通はこの成功で日本 IBM を除き業界トップの座に躍り出る。その躍進に社を挙げて酔いしれている頃、池田だけはこの勝利に限界があることを感じ始めていた。 IBM と日本のコンピュータ業界の力を比べると象とネズミのようだという比喩がありましたが、これはいくらなんでもちょっと大げさじゃないですか。僕はむしろね、象とは、ネズミどころじゃなくてね、象とアリだと思いますよ。アリです日本は。だからね、とてもその日本の企業は企業単位じゃ対応できない、対抗できない。だから日本株式会社というか、オール日本体制でね、これに対抗しようとした巨像に。
まあ、その時にね、オール日本を仕切ったのが当時32歳だった通産官僚、平松盛彦さんなんですね。若いですね。で、まあ、平松さんの大奮闘で日本のコンピューター産業は立ち上がっていく。で、そのさっきもあったように各企業はね、みんなそのアメリカのメーカーと技術提携していく。その中で富士通だけは、まあ、自前というかね、自前路線、独自路線、これを取っていくわけですね。で、その独自路線の中でやっぱこうアリの戦争、アリ同士の戦争に勝って、まあ、国産メーカーでトップになると。ところが、まあ、トップになるといよいよこれからその巨像と IBM との戦いになる。そこでね、ここなんですよ。その IBM との戦いになる中で、実は池田さんが大変身するんですよ。これまで独自路線を守り続けてきた池田さんがくるっと変わっていくわけですね。大変身、はい。池田さんにとって文字通り命を懸けたこれは戦いとなります。1971年貿易で日本は世界一の黒字国となったが、逆にアメリカは78年ぶりの赤字に転落した。ベトナム戦争への本格介入が泥沼化し、超大国アメリカの威信が大きく揺らぎ始めていた。この年ニクソン大統領は金とドルとの交換の一時停止など8項目にわたる緊急経済政策を発表した。いわゆるニクソンショック、ドルショックである。当時日本はアメリカと沖縄返還交渉の最後の詰めに入っていた。その話と取引のような形で繊維の輸出自主規制を迫られた。糸を売って縄を買うと皮肉られた日米交渉は難航した。ついに当分は自由化なしと言われていたコンピューターまでもがその訴状に乗せられる。時の総理佐藤栄作はコンピューター自由化を決断し、その問題処理を通産大臣田中角栄に任せた。通産省の担当課長は平松盛彦。10年前 IBM との特許使用問題を切り抜け、日本のコンピューター産業をスタートさせた立役者である。今度は日米首脳の政治決定を受け、日本のコンピューター産業をいかに守るかが平松の課題となった。完全自由化となれば IBM を前にして日本企業はひとたまりもない。平松はなんとか自由化に歯止めをかけるとともに、業界への補助金を田中に進言する。なんとかしてその時間が欲しいということと、その間にその IBM の新しい機種に対抗する機種を日本でも作り上げていかなきゃならんと、もうこれはもう瀬戸際作戦というか、もう切羽詰まった段階まで、これはまあ通産省もそう意識したし、業界もそれは意識しておりましたから、その会社に技術開発資金というのを国も補助して、一つこの自由化に備えたいと、こういうまあ条件を田中さんと総理、当時今通産大臣ですけど、お約束してこれ始めたわけです。田中はこれを了承。しかしそのためには業界再編が必要だと条件をつけた。当時日本にはコンピューターの大手企業が6社あった。 IBM に対抗するための補助金は2社ずつが組んだ3つのグループに出すと決まった。しかしそれぞれの企業の思惑もあり、組み合わせがなかなか決まらない。平松はこの問題解決の活路をこの男に求めた。富士通の池田俊雄である。平松と池田二人の話し合いは1971年の春から永田町の料亭で断続的に行われた。業界再編を決定づける運命の会談は9月23日だった。この日平松は池田に対し、富士通がどこと組むつもりか、その決断を迫った。もう時間がなかった。神谷とか。申し訳ありません。そうか。突然のことに書くもののなかった池田は、その返答をなんと料亭の箸袋に書き始める。コンピューター大手6社の中でトップの富士通がどこの会社と組むのか、業界の進路を決める重大事である。提携相手は日立、ただし条件として
提携はアーキテクチャーの一致にとどめる。アーキテクチャーは IBM 互換とする。アーキテクチャーとは基本設計のこと。 IBM 互換とは IBM 用のソフトウェアを利用できる機械を作ることである。これは今まで IBM とは全く違う設計思想でコンピューターを作ってきた富士通にとって、蓄積してきた技術を捨て去りゼロから再スタートするという重大な路線変更である。日立との技術提携 IBM 互換、これは富士通役員会も通していない池田の独断だった。同席していた部下は思わず息を呑んだ。実は私どもも社内でそういうことを討議はまだしてないんです。私もその席に列席してましたけども、そういう討議をその社内でもやって持ち込んだものではないんです。 IBM と同じものを作って同じ武器を持って、そして IBM と戦うということで重大な問題ではあるんですけど、まあ池田さんにもうほとんど乗って会社を動く決断をしてましたからね。まあ、その日本としてはね、せっかくその、田中通産大臣を説得しね、今までコンピューター作るんだと、うん、言って、まあ、引っ張られたんですね。ところがその日の丸コンピューターではなくて、うん、実は IBM 互換だというところは抵抗なかったですか。いや、それはね、私は池田さんがね、その方向で行くっていう話で、その方向の下でそのアーキテクチャを一緒にしてやるということだから、まあ、若干私はまあ事務屋だから、その技術のその辺の限界は分からなかったけど、まあ、池田さんにまあ一種のかけたことがありましてね。かけですね。だから日本の国産コンピューターを開発していくときには、もう池田さんがやってる路線というもので日本の国産日の丸コンピューターを作る方法しかないと、まあ、人を信じてっていうかね、この池田さんの技術による国産コンピューターというものに、まあ、これからの日本のコンピューターの将来をかけるっていうか、若干そういう気持ちが私は。この男にかけるんだと。かけるんだ。この男は互換というんだから互換でいいじゃないか。いいじゃないかと。こういうことです。ということに近かったでしょうね、おそらく。平松は日本のコンピューターの将来を池田にかけた。池田敏夫の天才にかけた。池田の決断で業界再編成は一気に進むことになる。平松池田会談で決まった日本のコンピューター業界の進路。しかし池田はこの会談で平松には決して明かすことのできない秘密を持っていた。池田敏夫が通産省の平松に明かさなかった秘密、それは IBM を超える機械を作るため池田が手を結んだ相手だった。その人物とは当時世界最高の技術者と言われたアメリカ人ジーン・アムダール。1964年世界を震撼させた画期的コンピューター IBM360 を作った主任設計者である。アムダールはその後 IBM 首脳と衝突し独立していた。池田はアムダールと出会い、大規模集積回路 LSI を全面的に搭載したコンピューターの設計プランを聞いて強い衝撃を受けていた。 LSI の全面搭載は当時絶対不可能と言われていたからだ。もし全面的に LSI を搭載したコンピューターを作るとすれば、設計上1000種類もの異なった LSI を作る必要がある。これは採算上不可能だった。これに対しアムダールの案は、おもちゃのブロックのようにいくつかの基本的なパターンの LSI を先に作り、それをつなぎ合わせていくという方法であった。これなら LSI の種類も少なくて済み、採算も合う。単純にして明快なアムダールのアイデア、コロンブスの卵のような逆転の発想に池田は惚れ込んだ。池田さんは大変な才能の持ち主でした。何が素晴らしいアイデアかそうでないかを見極める確かな判断力を持っていました。それに当時池田さんは大きな一歩を踏み出したがっていました。それで私たちは手を組むことになったわけです。お互いの技術を最大限に生かし合うことがお互いの利益になると考えたんです。IBM 互換路線の選択、そして平松に明かせなかったアムダールとの提携、池田のこの決断は富士通社内の猛反発を受けることになる。池田の女房役を辞任してきた山本拓馬でさえこの時だけは反対した。自主開発国産技術ですね、国産技術を残そうではないかという気持ちが私にはありました、うん、今まで永遠と技術を培って技術ある程度成功してきた技術者の誇り、
それから日本の将来っていうのを考えてですね、国益のために打った気持ちも若干長生きながらあったと思いますね。五感冷戦の危険性っていうのはですね、我々にある程度分かっていたんですね。ある程度以上富士通が強くなると、やっぱり IBM という強敵がいて、いつか戦えるぞという不安ですね、両方存在しましたですね。IBM 五冠路線はまさに相手の土俵での勝負を意味していた。 IBM との正面衝突を起こす可能性の高い選択だった。事実 IBM 五冠の道に参入していった企業は技術力、価格競争に敗れ次々と潰されていた。しかし池田の決断は揺らぐことはなかった。生き残るためには国際的に通用する IBM 五冠路線を取る以外にないんです。IBM 以上の機械を作るんです。アムダウトの技術提携に間違いはないんです。池田の説得で富士通はアムダールに資金援助し、新しいコンピューターの共同開発がスタートする。この動きに IBM は神経を尖らせていた。私が IBM にいた時、日本の企業に最も脅威を感じたのは、富士通が IBM 五冠路線のコンピューターの開発に着手したことです。これは IBM だけでなく世界市場の他の会社にとっても大変な脅威だったはずです。IBM に脅威を抱かせた池田とアムダールの計画だが、アムダールの設計の基本となる LSI の製造がアメリカでは一向に進まない。計画は遅れ、富士通からアムダール社への資金援助は2億、4億、10億円と膨らんだ。社内の批判が再び吹き出す。役員会では池田切るべしの声まで上がった。いくら資金援助しても開発が進まないアムダール社へ富士通が経営介入を始めた。アムダールの激しい反発もまた池田に向けられる。飲めなかった酒の量が増えた。そんな池田を支えたのは苦楽を共にしてきた富士通技術人だった。当初は池田に反発していた山本も、もうここまで来たらもう我々技術人が池田さんをバックアップしてやり上げるしかないじゃないかという気持ちでですね、それは私だけじゃなくて技術部隊は多かれ少なかれそういう気持ちだったと思います。もう一蓮托生ですからね、もう一緒に頑張ってやってくれるしょうがないんじゃないかと。でこっちも潰れちゃうんだからね、それはできなかったらね。らこれ作って池田さんと打ち入りするんだったらしょうがないじゃねえかと思って、ね、まあ、覚悟を決めてやってるわけだから、別に富士通に忠誠尽くさんならん理由何もねえんだからって。安福はついにアメリカでもできなかった LSI の製造に成功。計画は軌道に乗り始める。池田は精力的にアメリカと日本を往復、販売先を決めるためスペインやカナダなどにも飛び回った。1974年11月10日新しいコンピューター完成のめども立ち、池田は久しぶりに明るい気分で羽田空港へ向かった。カナダの取引先の社長夫妻を出迎えるためである。池田はカナダからの客を笑顔で迎え握手を交わした。How are you? Fine. Nice to see you. Nice to see you too. How are you? I'm fine, thank you. And you? I'm fine.└============░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░││Great. It's so good. 信じられないことが起きた。出血で意識を失って倒れた池田は4日後に息を引き取る。しばらくは信じられなかったけどね、本当にこんなことがあっていいのかと、あるのかというね感じだったけども、それからあとしばらくしてね、まあ本当つらかったですね、悲しかったですね。私が見てるともう池田さんとは私生活を犠牲にしてましたからね、あらゆるものをもう全部犠牲にしちゃって、その自分の考えてるコンピューターを作るために全部のエネルギー注ぎ込んでましたからね。
仕事に関してだけは本当に未練があると思うけれども、まあ仕事もそれなりにあれだったし、みんなから随分慕われましたしね。あの人としてはもう幸せだったと思いますけどね。池田の死のわずか1週間後、不可能と言われたコンピューターが完成した。池田が文字通り命を削って作り上げたこのコンピューターは翌年 NASA に納入される。 NASA のチェックは世界一厳しい。採用までおよそ1年かかるのが普通だったが、この機械はわずか1週間でテストに合格した。アメリカのマスコミはあらゆる点で IBM をしのぐコンピューターと絶賛。日本アメリカで大ベストセラーとなっていく。アメリカでは年間1億ドルの売り上げを記録。日本でも M190 と名付けられた池田のコンピューターが IBM のシェアを次々と奪い取っていった。まさに目もくらむような大成功となる。私は池田さんに一緒にすごいことを成し遂げたんだと言いたかったですね。彼はこの素晴らしい成功を残念ながら見ることができませんでした。でもこの成功は間違いなく彼が成し遂げたものです。池田敏夫はついに世界最高のコンピューターを作り上げた。あの IBM を超える機械を完成させ、時代の頂点を極めたのである。自らの命と引き換えにして池田さんは最終的に勝利を手にするわけですが、一技術者としては180度の路線転換、これまでの自分を否定することにもなりかねない、かなりの葛藤があったんでしょうね。その IBM 互換路線の転換ということはね、いわば今までの西路線の時はフリーハンドです、何やってもいいわけですね。そういうフリーハンドを失うことを捨てることであり、特に技術者にとってはね、やっぱ誇りを失うことですよ。そうでしょうね。さらにね、その IBM の土俵に乗るということは IBM と正面衝突する可能性もある、危険性もある、そこで反対は強かった、じゃあそれに対して池田さんはね、よくそのコンピューターソフトなければただの箱と言いますね、箱に過ぎない、大事なのはソフトだと、だから世界中のソフトがね使えるようにしなきゃいけないと、いわばその富士通というね、それまでは富士通という小さな池で勝負したんだけど、そうじゃなくて世界の大きな海へね乗り出していかなきゃいけないんだと、そのためには互換路線だと、こう池田さんは主張するわけですね。でこのまあコンセプトで富士通は IBM、 日本 IBM を抜いて国内トップになるわけです。トップになった。しかしですよ、この選択によって次にね大事件を起こすんですよ。なるほど。いよいよ IBM の逆襲が始まります。アメリカ司法省は巨大化しすぎた IBM の市場独占に歯止めをかける訴えを起こしていた。しかし1982年1月、突如これを取り下げた。そして6月、 IBM 産業スパイ事件が起きる。日立と三菱電機の社員が IBM のコンピューターの設計資料を不法入手したとして逮捕された。 FBI のおとり捜査である。さらに1985年7月、 IBM は富士通が知的所有権を侵害していると主張し、仲裁協会に判断を求めた。これらは強いアメリカ復活を旗印に登場したレーガン大統領の戦略と深く関わっていたと言われる。大統領支援委員会がまとめたリポート、通称ヤングリポートを読むと、その関連性が見えてくる。そこにはアメリカが国際競争力を取り戻すためには知的所有権を武器とすべきだと書かれている。I was there when Mr. Young presented the report to President Reagan. Those are industries which are critical to national defense. And since we were the main defender of the free world, it was important for the United States to have a capability for supercomputers or a capability for semiconductors. 池田敏夫が選択し成功を収めた IBM 互換路線が逆にアメリカ政府と IBM の逆襲の標的となったのだ。池田の選択は間違っていたのだろうか。
この時期社長を務めた山本拓馬は、いろんな言い方があると思いますが、およそコンピューター事業をやる者にとって競争を逃げない限り必然の結果であったと、まともに戦う限りですね、必然の結果であったと。1988年11月判断が下された。富士通は IBM に対して過去から将来にわたるソフト使用料を和解金として支払う。その額およそ1000億円。ただし IBM 互換路線についてはユーザーの立場を優先的にすべきとの判断から知的所有権の侵害かどうか問わないことになった。池田の選択した IBM 互換路線はユーザーがソフトを広く共有できる点で時代の流れを見事に捉えていた。池田の選択はまさに時代の要請だった。これをさらに徹底して推し進めたのがパソコンの世界である。昨年個人資産で世界一となったマイクロソフト社の会長ビル・ゲイツは、池田が考えた路線をパソコンの分野で一気に花開かせた。ソフトウェアの共有は今や時代の潮流である。 Every aspect of the personal computer business is growing. The home usage, the business usage, communications products, software products, all of them are helping each other create even more productivity and empowerment for every type of user. 池田が25年前に目指したソフトウェアの共有は、コンピューターの可能性を飛躍的に広げる大きな一歩であった。今池田が生きていたら。長い物語を見てきましたが、やっぱり考えちゃいますね。今池田さんが生きていたらどうするでしょうかね。まあ、そのだんだん世の中がね、はい、成熟化してきて、成熟社会になってきて、やっぱどの企業もね、押しなべてだんだんこう官僚的体質が身についてきた。やっぱ今ね、だんだんこのそれこそね、会社のルールが社員を個人をこう支配する、やっぱそういう時代になってきた。池田さんね、今生きてたらちょっと息苦しいぞと、これはちょっとね、感動ないじゃないかと、怒るんじゃないですかね。もうちょっとこうはちゃめちゃにね、もっと個性的に生きようじゃないかと、やっぱそういう池田さん的な生き方が今必要なんじゃないでしょうかね。そうですね、今それこそ会社が大きな像のようで、その中で生きる人間はアリみたいになっちゃってますもんね。アリみたいになっちゃってね、もう個性はない、なんか会社に言われるままに、もう自分が何かやろうって気にならなくなっちゃうね、そうですね、こういう中から活力というのは生まれづらいだろうなという気はしますよね。彼やっぱりね、こんな時代に生きてていいのと、お前何してんだ一体と、怒るには、いや現に怒ってんじゃないですかね。かもしれませんね。でも戦後50年ずっと見てきて、こんなにチャーミングな人間が本当に立って生きてたんだなというのを見ると、ちょっと勇気が出るような気はしますね。やっぱりそのまさにね、さっきも言ったけども、日本の戦後のまさに青春時代だったんでしょうね。青春再び来るでしょうか。来させなきゃ。池田敏雄、天才は夢を追い続けて伝説となった。彼の残した肉声は今も聞く人の心に響く。日本で一番足りないのは、そういう新しいものにね、挑戦するっていう空気がね、やっぱりどうしても少ないね。チャレンジするというね、ムードをね、もっと出さなきゃいけないんでしょう。